क्या कोई इंसान अलमारी में भी ज़िंदगी गुजार सकता है? जी हाँ, आज हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो अलमारियों में रहते हैं। टोक्यो में अलमारी नुमा फ्लैट जहाँ लोग रहते भी हैं और अपनी ज़िंदगी भी गुजारते हैं। वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ここが僕の部屋です。9平米です。さっき買ってきた弁当も届く。電子レンジも隣にある。もう飲み物がすぐ取り出せる。いつもは立って食べてます。こんな狭いスペースだとやっぱ机も椅子も置いたらスペースになっちゃうんで、郊外に住めばその分家賃も物価も安くなると思うんですけども、職場が遠かったり満員電車ですごい精神的にも体力的にも疲れるし、狭いって言ったらそれまでですけど駅から近いですし、デザイン性も綺麗だなって思うし、一人暮らしにはちょうどいい広さだと思います。20代30代で全体の8割以上地方から東京に出てくる若者もそうですし、世界からこう東京に来る若者もそうですけど、そういった人を住環境から後押ししたい。給与で大体20万から30万ぐらいの間、この家が大体7万2000円ぐらい。オートロックだったり宅配ボックスだったり、インターネットの回線とかがそのまま使えたりする物件だったので、僕が欲しかったものが全てあったので、それだとここの物件はすごくいいなとは思います。